はい、どうも皆さんこんにちは。ハンダ付きライフを応援しています宇野口です。今日はですね、前回レーザーの動画をいくつか上げておりますが、今日はその続編、レーザーハンダ付け成功させるためのポイントというところをお伝えしたいと思います。レーザーハンダ付け大事なところはですね、レーザーを照射する時間、それからレーザーの出力、パワーですね、これをですねしっかり見出してあげて、対象の部品や基板がハンダが溶融する融点までしっかりと達するまで温められているかどうか、ここをですねしっかり見極める、出力と時間、ここの見極め、これが一番大事なポイントになります。ここのポイント、実際にハンダ付けいろんな条件でやった動画を撮っておりますので、一緒にまずは見ていきたいと思います。はい、最初のハンダ付け動画ですね。はい、これハンダが全然回ってなくて、手前で少しだけついて行き渡らず止まっている、そういった動画になります。これははっきり言って全然出力時間ともに足りてない、熱が足りていない状態になります。続きまして、次の動画、ちょっと出力を上げてます。はい、いい感じで溶けたなと思ったんですが、最後ハンダが十分に溶けきってくれなくって、最後ですね、そのまんま糸ハンダが溶けたハンダとくっついた状態、これもですね最後の方加熱が足りてないと、これもやっぱ熱が足りてない状態ですね。それではもう少しですね、もうあと一歩かなというところまで来ましたので、最後に加熱時間をもうちょっと伸ばしたものになります。これは連続でやっております。はい、しっかりとハンダが溶けて行き渡って、バッチリなハンダ付け条件となりました。はい、今見ていただいたのはですね、出力時間ともにですねちょっと足りてないなというのも中心に見ていただきました。逆にですね、出力かけすぎ、パワーかけすぎ、時間長すぎってなると、基板だったり部品だったり過加熱ということでダメージを与えてしまう、そういうことになりますので、やはり一番大事なのはレーザーの出力時間をかけなすぎてもダメ、かけすぎてもダメ、ここの間の最適条件を出す、これが非常に大事になってきます。この最適条件を出すためには、しっかりハンダ付け原理にのっとった上でレーザーをそこに落とし込んであげる。従いまして、いろいろなレーザーでのハンダ付けの自動化を検討されているお客様は、ぜひ最適条件を出すための実験、これをお勧めしております。ジャパニックスではですね、そういったレーザーハンダ付け実験も日々行っておりますので、トライしたい、ちょっとどういった挙動をするのか見てみたいっていう方はですね、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。